だ始まってないの？止まってるよ、なんか。本当始まってる？始まった？始まった？あ、始まったね。ハロー。はいよ。はいよってさ。始まりました。皆さん、まあまだ開けてないか。皆さん、今年もお世話になりました。今日、今年最後の YouTube です。今日は、あ、なんかテカテカしてる顔、大丈夫？え？テカテカしてない。テカテカしてる？してない。今日は、メイクさん。あの、珍しく、メイクしています。なんで、いちやんがせっかくメイクしてんだから YouTube やんなさいって言って。そういうことではないでしょ。せっかくほら、メイクしてるからさ。いえいえ、あの YouTube やんなさいって感じで、よいしょ。髪がとても長い。髪がとても長くなったんですよ。珍しくセンター分け。そうなの。あのちょっとね、今日は気分を変えてセンター分けにしてみました、うんうん、いかがでしょう。たまにメイクしてる。まあ大したことないか。パーマじゃないよ。あのパーマメイクさん大したことないかっていうのはメイクさんの話じゃないよ、ごめんね。あのそうじゃなくて、あの私が別にメイクして前が してようがして前が、あのあんまり変わんないねっていうね。いや変わるか、そりゃ綺麗だよね。そりゃちょっと皆さん今日のよく見といてくださいな。画質が悪くなったって書いてあるよ。それで私たちのせいじゃないよね。髪型いいな。髪型いいなだってよ。よかったね。あれメイクさん、いないの？まあいいよいいよ、呼ばない。髪型いいね。よかったね。さあ今日は今年最後です。何やる？何やるよ一夜。いやだから今年を振り返りましょう。はいはい。司会。いや司会って。はい、はい、どうぞ。今年1月。何やった？それは一夜が言ってよ。あのね、ライブは1月はないから、うん、2月、はい、感謝祭でしたね。1月、あもう1月ないの？1月はあのほら、1月は NHK 収録したり、ミュージックフェアの収録したりとか。ミュージックフェアなんてやったっけ？やったんですよ。誰と一緒だった？誰だったっけ？あ、ストーンズ。ああ。若い子、男の子だね、うん、ああ、そうだったね、そんで M やったんだ、うん、ああ、懐かしいね、うん、で、だから2月は感謝祭ね。感謝祭で、リリースがあったんだよね。ありました、2月、うん、はい、17におお。で、ステイブルーが出た、はい、で、感謝祭あった、うん。そこで何かないんですか？え、何？感謝祭どうだったか？感謝祭、うん、忘れちゃったよね、もうね。感謝祭は、そっか、親父バンド VS そうです、ね、あのガールズだったんだね。うん、そうでした。で？で？うん。で、2月は、うん、まあ、歌コンの収録したりね。あー、歌コン出ましたね。あ、そう、ゆうことゆうみと3人でやったやつだよね。そうだった、そうだった。へ、うん、で？で、3月は音楽の日。あー、仙台行きましたね。行きました。うんうん。で？待って、何？いやいやいや。で、まあ、めざくら三重へ行って。うん。で、4月は基本的にライブはなかったね。うん、何してたんだろう。あの、いろいろ打ち合わせですよ。そう、1ヶ月間打ち合わせしてたの。そう本当かいな。収録したり、うん、東京新聞打ち合わせしたり、うん、あ、そうだ、3月さ、あのあれだったよね、ヤス先生が亡くなって、ここであのほら、シップのみんなと一緒にライブやったよね。アーカイブ残ってないやつライブやったんだ。そうだった、そうだった。あれは、あれ楽しかったね。うん、
そうだった、ゴスペルやったりね、ジャズ歌ったりして、そうだった、そうだった、はい、それでその後に、音楽の日があった、だからその後、前に音楽の日があったのか、そう、でも、その私のボイトレのヤス先生がお亡くなりになったっていうのを聞いて、で、葬儀に行けずに音楽の日だったんだよね、そう、だからね、そう、私は実は今だから言うけど、音楽の日は、先生、見ててねって言って、先生に歌ったの。何の何見てんの？書き込みを見て。あ、書き込み？ゴスペル、うん、よかった、ありがとう、ゴスペルね。うん、で？で、まあ4月はそんな感じで、うん、5月、うん、5月も。何してたの？そんな暇じゃなかったはずだよ。5月も YouTube、 あ、5月も YouTube ですよ。そんな、マジで、ちょっと待って。4月はね、ガールズでスタジオライブやってるよ、NHK で。ああ、やりました。そのリハをやったんだよね。あ、そんなこともやってたね。うん、本当だ、さほど何もしてない。友達と遊んだりばっかりしてる。で、5月。5月も、でもコンスタントに YouTube はやっておりました。そうだね、どうしてこんなに YouTube やってたんだろう。ガールズとライブ、うん、あ、ねえ、うん、そうだったね、ガールズで、あ、そうやったね、あの尾崎さんね、カメラマン来てもらって、そう、うん、それもやったね。あれはあれかっこよかったよね、あれ、あれアーカイブ残ってる？あります。あ、本当、うん、あ、じゃあ皆さん見逃した人はいてね、あの、うん、5月の30日にやったアーカイブが残ってるライブは良かったです、うん、そうです、このスタジオでね、ここでやったね、うん、はい、はい、で、6月は、うん、一人旅の、あ、リハーサルが始まってるね。あと東京新聞の連載が始まったから結構書いたりしてたんだろうな、うん、5月とかね、うん、そうだね。それで7月の2日からもう前乗り、ボイトレ前乗り、松本行って、ああ、もう一人旅が始まったのか、夏始まったんだけど、なかなかそうだったよね、一本やってはキャンセルになったりね、うん、北海道とか中止になっちゃったしね。そうだったよね、うん、そうか、全然一応盛り上がんないじゃん。いや、盛り上がんないんだよ。いや、なんでどうやったら盛り上がるの？かおりちゃんが盛り上がればもう盛り上がる。いや、そうだけど、今日はアーカイブありますか？あんじゃね？ね。あの、なんか皆さん、質問ありますか？今年なんとか、今年私の、今年は、あの、コンタクト問題がいろいろ大変で、あの、紆余曲折2点3点して、あの最初、あのほら、この番組で、老眼鏡かけてたら、あのソニーの担当にめっちゃ怒られて、あのバカデクおばさん、その辺のおばさん連れてきて、あのバカデク演奏してみ、だってそう言ったんだもん、何度もどこでも言ってるよ、ね、だって本当に言ったんだもん、相当お前この野郎、お前も必ず老眼になるから覚えてろよって思いながら私は受け止めたんですよ、その言葉を。ほいで、そっか、じゃあもう老眼鏡はダメだねと思って、それでコンタクトを作りに行ったんですけど、まあ、遠近の療養コンタクトがすごい辛くて、1年経ってやっぱり辛くて、で、あのちょっと、あのぼったくり眼科みたいなところにちょっと、あの思わず行ってしまって、でそこでいろいろあったんですけど、やっぱりダメだってことになって、でね、どうしたかっていうと、いや、もうセカンド、サードオピニオンぐらいでいろんな眼科行って、あのいろいろ試したんですね。ただね、今はすごくいい眼科に落ち着いてていいんですけど、最終的にいろいろやって、今は片っぽだけコンタクトを入れるっていう、無謀な、事態になってます。なんだけど、それなりにいいみたいで、ちょっとね、この片っぽだけのコンタクトっていうのは今年はいいかなと思ってます。
まあそれはね、皆さんにとってはあの私がコンタクトをしていようがしてまいが、まあ見た目変わらないので、どっちでもいいことなのかなって思いますが、まあ私には大問題でしたね。今年一番の、大問題でしたね。コンタクトでした。気持ち悪くないですか？気持ち悪いです。気持ち悪いんだけど、両方してる方がずっと気持ち悪くて、なんかあのこの気持ち悪さの方がマシっていうか、なんでしょうね、そんなの、そう、あ、意外と反応ある片っぽだけってそんなのありなんだ、だって。レーシックはしないの？いや、レーシックねっていう説もあったんですけど、微妙なんだよね、私は。遠視もあるのでちょっと難しくってね、で、で今困ってんのが、だからリハ中とかにこうやってリハの時にあのコンタクト片っぽだけ入れてやるんですよ。でリハなんかまあ 2,3 時間じゃん。で終わってこれ捨てんのもったいないなと思ってワンで、ほんで一案これってさいつまで使っていいのって言ったら、一案の知り合い3日ぐらい使ってるっていうから、ワンデーじゃないじゃん、3デーじゃんとか言いながら、で、あの、でも 2,3 時間じゃもったいないよねってことになって、それであのこう入れ物にあの液垂らして、あのコンタクト外して返して、で次の日もリハの時使ってみたんですよ。たらね、問題ないの、でなんだって言って、だからで今度は捨てるタイミングがわからなくて結構あの今日も2時間か3時間を5回目ぐらい使ってんだけど、全然問題ないんだよね。これどうしたらいいんですかね、コンタクトワンデーね。これどうしたらいいの、うちは。いや、だからほら、ちゃんと保存をしっかりしてれば、衛生的には悪くないから、で、2、3時間で捨てちゃもったいないしね。そうよ、だってそんなね。で、だから、そうやってつけたり、取ったりとかしてると、どうしても、あの油がさ、手の油がさ、手を洗った側つけてるもん。そうそう、でしょ、だから結構危ないようだって。いや、危ないの？危ない、何が危ないんだろう。コンタクト問題でも大問題だよね。で、メガネでもいいのにね、だってね、メガネでもいいのにね、本当だよ。でもそれは良くないですって人もいるよ。何が良くないんだろう。ワンデーを何日も使ってるからかなだって 2,3 時間で捨てたらもったいないじゃん。そうだよね。じゃあどうしようか。まあ、じゃあ捨てましょうよ。じゃあ今日で捨てようか。じゃあ今日で捨てます。はい、はい、もったいないけどコンタクトは使ったら捨ててください、目の方が大事です、だってそりゃそうだそりゃそうだ。私は毎日捨ててるよ。だって 2,3 時間じゃないじゃん、1日つけてんじゃん。1日つけてる。私だって 2,3 時間だもん。だから 2,3 時間をちゃんと計算して24時間経ったりすれば24時間分使ったら私は24時間はそんな使わないよね。でも雑菌なり変形なりあるかもしれません、だって、まあいいや、はい、じゃあなんか歌う？そうだね、クリスマスの歌聞きたいです。だってまだクリスマスじゃないんじゃない？もうクリスマス？いやでももう次はもうほら今日でおしまいなんだから、クリスマス歌っとかなきゃ。マジ？何歌おっか。2曲しかないんだよそうなんだよ、レパートリーがあんまりないから、あのなんかやりたくないんだよね、あんまり。だってさ、またこれ歌ってんのって言われちゃうじゃん。じゃあさ、全然ち、あの違うの？なんでもない、なんでもない。何よ？洋楽はダメだった。え？いや、洋楽はダメだったなと思って。そうだよ。あ、でも大丈夫だよ。あ、ダメだ。もう1回分残っちゃったから。そうそうそう。じゃあ、ちょっと第2クリスマスやる？若さた那覇まだから。若さた、は、あった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 。よいしょ。ガラスの戸高いともみの木、揺れるろうそくを消す時が嫌なの、あなたの心までも消えちゃいそうで、メリーメリークリスマス。
ない。ちょっと、開けて。歌ってていいですよ。歌ってていいってだってさ、あれ何？じゃあこれどうして、はい、一円ここで縦膝してこれを持ってなさい。はい、はい、これこのままね、はい、2番の先だよ。プレゼント下げて急ぎ足のサンタクロースたち、願い事は一つ、あなたの未来に、どうか私も一緒に連れて行ってね。ちょっと大丈夫？はいはいはい、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 はい
失礼しました。さあ、そういうことで、よいしょ、一野さんがの足つりながら持ってたグロッケ、なんかクリスマスっぽい曲他にあったっけ。リンドあ、いや、まあそうだけどさ、なんかリンド、リア、そんなさ、いちやん、私をさ、落とし入れてどうすんだよ。まあ、こんなもん。まあ、ちょっと、じゃあ今年1年振り返って、皆さん、なんかありますか？で、だから、やりたくなったらやっちゃいなを最後にやったじゃない、バンドで。ああ、そうだったね。いかがでしたか？うん。楽しかったよ。てかバンドはね、あのいいですね。あ、愛の歌いいですね。愛の歌、愛の歌、急にやる気になって、あと冬の寒い朝はいつも願いを込めて鍵を回した。動かない、そうですね、本当にね、じゃあ何かありますかね、あとね、乗ってきたね、少しね少し乗ってきたかな。なんか、ムーンライトストーリー、クリスマスっぽくないけどね、赤さたなはームーンライト、あなたの願い涙が溢れてきた。静かな呼吸重ね合わせて、夜明けの前の片隅で、どんな夢あなたは見てるの、
さん乗ってたねここで。いやあとは、なんかケーキのやろうかね最後ね。そうね最後。じゃあ、まあ今年はやっぱりステイブルーかな。です。じゃあちょっと待ってよ。あじゃあギター取ってよ一夜。どうぞ。あじゃあちょっとあのね新しいギターが来たんでちょっと。あそれそれ。チューニングもしてないんだよね。よいしょ。これはね、マーチンさんが作ってくれたんですよ。私に嬉しいです。ありがとうございます。私仕様で、ちょっとこうボディが小さめなんです。いいなと思って赤にして、ネックもちょっとお好みのネックに変えてみました。いいよ。じゃあチューニングしとけばよかった。翔くんとそれからかなめさんです、ギターバトルしちゃおうかなね。翔くん
かなめさんとだからね、まあいろいろちょっといけずの一案とかちょっとえいけずの一案とか書いて書かれて何の一案いけず何いけずって嫌なのいやあえ悪口なのそれそうよイエーイだって時間がないんだからさとりあえず今日ほらこの後あ、そうか。今日はだから、なんでこんな化粧してるかっていうと、この後仕事なんですよ。だから別にあの YouTube のためにも化粧したわけではなくて。ねえ、お化粧したのはこの後仕事だから。だから一案もうね、そろそろやめろって思ってんの。やめそう言われるとね、やりたくなる。やめたくなる。分かった。一案悪口書かれたから怒ってる。怒ってる。だいたい30分くらいも分かった。そうだね。そうそうそう。